拉致問題などをめぐる日朝協議が終わり、外務省の井原アジア大洋州局長が先ほどから協議の概要を説明しています。最後の総括的な会合では、日本側から拉致問題を中心に追加的な質疑を行うとともに、改めてこの拉致問題が最重要課題であるということを組対委員長をはじめとする責任者に対して直接強調するとともに、調査を迅速に行い、その結果を一刻も早く通報することを強く求めた次第であります。